おはようございます。今日は12月25日クリスマスでございます。クリスマスも変わらず朝はジムに行ってきます。今日は久しぶりにコーチングがありません。ただ9時から5時までコーチングの講義がありますので、今日も学んでいきたいと思います。その後は妻が今日休みなので家でクリスマスっぽい料理を食べていきます。今日も楽しい一日にしていきましょう。筋トレから帰ってきました。プロテインとマルトデキストリンとグルタミンを飲んでいきます。おはようございます。今日もいい天気です。コーチング講義頑張ってます。今午前の部が終わりました。で、今日の CTI のコーチング講座ではこの今っていうのを感じるっていう講座で、それこそ1分前と比べて今何が起きたかで、逆にじゃあこの今から未来にどうしていきたいっていうのはせずにですね、この今を常に体験していくっていうような講義を受けてるんですけども、結論めちゃくちゃ難しいです。やっぱりコーチなんで未来に行っていきたいんですけども、やっぱりこの今っていうのを改めてグーって感じた後の未来っていうのはより見えるものが違うっていうことで、この今っていうのを大切に学んでます。午後がまた1時35分からあるので1時間ぐらいですね、お昼を楽しんでいきたいと思います。CTI のコーチング講座2日目が終わりました。結論申し上げるとしっくりこないですね。めちゃくちゃしっくりこないです。ただこのしっくりこないっていう感情は別にネガティブでも、逆を言えばポジティブでもない、そんな感じです。明日が最終日なので、明日のこの講義を受けてこのしっくりこない感覚がどうになるのかちょっと楽しみですけども、今日はクリスマスなんで帰ってクリスマスディナーを家で食べていきたいと思います。メリークリスマス。めちゃくちゃでかいです、ケーキが。手、ちょっと分かりづらいか。おやすみなさい。7時からコーチング1本目です。頑張ってきます。9時からコーチング講座最終日です。頑張ってきます。午前の講義が終わりまして、この後はランチをしていきたいと思います。はい、3日間の CTI のコーチング講座が今終わりました。めちゃくちゃ疲れました。なんかいつも考えないようなことを考えさせられるので、なんか脳に汗をめちゃかいてる感じですね。で、そこで学んだことはこの今っていうのはすごく大事で、なんか未来じゃなくて、今何が起きたの、今何を感じてるのっていうところに、何ですかね、問いかけることで、そこで何かまた気づきっていうのが生まれるっていうところを教わりました。3日間やっていて、やっぱり自分は未来に行きたい人間なので、この今に立ち止まるっていうのは非常に難しかったです。
なんで、これを終えたからといって自分の学び習得できたっていうのは全く思ってないですけども、今後のコーチングではこの今っていうところにちょっと注目して、皆様にとって何ですかね、何か大きなきっかけになる問い、を与えられればなと思っています。今日は3日間頑張ったご褒美として、ちょっと高校の友人とご飯を食べていきたいと思います。高校の友人とご飯を食べる予定だったんですが、ちょっと急遽来れなくなっちゃったみたいなので、ご飯じゃなくて蔦屋にキングダムを借りに行ってきます。今お風呂に入ってきました。ちょっと CTI のコーチング講座が3日間あって、すんごい体が疲れてます。なんでもう7時前ですけども、ベッドに行って、キングダムをボケーっと読んで体力を回復していきたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。昨日までの3日間のコーチング講座でだいぶ疲れてたみたいで、ちょっと夜中風邪っぽくなって、今日は朝活せずにゆっくり寝てました。だいぶ体調も良くなってきたので、今日も一日楽しい一日にしていきたいと思います。で、今日はですね、8時半から体験セッションが一つと、あとは11時からとインスタかツイッターかちょっと忘れちゃいましたけど、メッセージいただいた方とちょっとお話をさせていただきます。その後は特に何もないので、若干だるさが残ってます。だから今日は午後はオフにしたいと思います。8時30分からの体験セッション頑張ってきます。11時からインスタでメッセージをいただいた方とお話していきます。完全に体調が悪いです。ちょっと今日は動画あんまり撮れてないですが、お許しください。早いですけど、もうお風呂に入って寝る準備ができました。ちょっと CTI の3日間の講座できっと見えない何かが溜まっていて爆発した感じです。体調が良くないので今日は寝ます。そういえば今日日曜日ですね。また明日からも楽しい一日にしていきましょう。おやすみなさい。